皆さんはご存知だろうか？のびすけを。のびすけってのび太の息子だよね。あれ？でものび太のパパものびすけって言うんだっけ？そう、同姓同名なので混同しやすいが、のびすけはのび太の息子であり、小4ののび太から見て約15年後、静香ちゃんとの間に生まれた子なのだが、なぜパパと同名なのか？そもそものびすけとはどういう子なのかを解説。というわけで今回は、この二人なんで同じ名前なの？のび太の息子のびすけについて解説、だ。パパにそんな口をつくなんて、許さない。というわけで今回は、のび太の息子のびすけについて解説していこう。まず、原作におけるのびすけの登場を掲載年月日順に追ってみよう。では初登場回から、1972年2月小4連載、コミックス6巻、のび太のお嫁さんにて、25年後、のび太のお嫁さんを見に行く二人だが、25年後ののび家は公園のトイレになっていたので、10年前に近くのマンションの12階68号室に引っ越していた。そこに住んでいたのは25年後の静香ちゃん、そして息子のびすけであり、これが原作における初登場回なのだが、見た目はのび太に瓜二つであり、母親である静香ちゃんも間違えるほど、だが、性格は正反対であり、非常に乱暴な性格をしているのだった。お尻裂けちゃう。その乱暴っぷりはなかなかのもので、スネ太郎くんなる子供を泣かせてしまったり、スネ太郎、見た目がそっくりなのび太に対して、いきなりパンチをかまし、さらにはバット片手に追いかけ回した挙句、なんて乱暴な子だ、と、とんでもなく乱暴な子であり、初登場時はかなり手を焼く少年だったのである。のびすけそんな乱暴なのか。うむ、そしてかなりわがままな性格でもあり、次の登場は5年後、1977年3月小6連載コミックス16巻、立派なパパになるぞにて、同じく25年後、のび太が再びのびすけのいる時代に訪れてみると、いけません。何時だと思ってるの？睡眠圧縮剤を飲めば、1時間寝ただけで10時間分の、子供が夜遊びしちゃいけません。と、どうやら夜抜け出して遊びに行こうとしてたみたいで、その状況を見たのび太は、こっそりのびすけの部屋に訪れ、その際はまだ父だとは明かさず、のび太は親戚という形で登場していた。この時はまだ親戚のふりしてたのね。うむ、それでのびすけはなぜ夜抜け出そうとしていたかというと、何でも無重力シアターで、プラネッツの深夜コンサートがあるらしく、それを見るために抜け出したのだが、静香ちゃんに捕まってしまったのである。その後、のび太がのびすけと入れ替わり、のびすけは空飛ぶバイクで抜け出すのであった。最初からこれで抜け出せばよいのでは？まあ、そんな感じにのびすけは乱暴だが、話をすれば一応会話はできる子。でも、夜遊びを辞さないやんちゃな子でもあった。そんなのびすけだが、なんと日記を綴っており、日記2002、連載が77年、作中の設定が25年後なのでそうなっており、中にはこう綴られていた。3月9日晴れ、パパに人工衛星組み立てセットをねだったが、断られた。ケチ親父なり、3月10日雨、成績が落ちて叱られた。パパなんかいつも2番だったぞと威張ったが、実はギリから2番だったことを、僕はちゃんと知ってるなり。と、なぜかなりなりと殺す口調だが、わらわら、パパがケチで、おまけに本人の成績があまり良くないようで、良くも悪くもそこはのび太に似てしまったんだろうな。乱暴で頭も悪いって最悪やな。そう、でも一応大人のび太には愛されているようで、生意気だが可愛い奴だと褒められていたのだ。だが、そんなのびすけの乱暴や頭の悪さは変わらず、再登場は4年後、1981年11月小5連載、コミックス26巻タイムカプセルにて。こら、待て。あお、のびすけがいじめるよ。いけません。お前はどうしてそうわんぱくなの？今夜パパに叱ってもらいます。と、相も変わらず乱暴な性格は変わっておらず、未来のジャイアントスネ夫の子供らしき少年をいじめているのだった。完全に今とは立場が逆転してるのね。そう、そして成績も悪いようで、大人ののび太に叱られており、いくら言っても勉強もせず、その辺も子供の頃ののび太にそっくりだったのだ。ただただ乱暴になったのび太って感じなのね。そう、でもそんなのびすけにも良いところはあるのだ。次の登場は3年後、1984年3月小6連載、コミックス36巻、のび太の息子が家でしたでは、いや、パパ、と、いつのび太が親だとネタバレしたのかはわからないが、のびすけはのび太を親だとわかった上で、現代に家で押しに来ており、のびすけ曰く、大人ののび太と静香ちゃんはわからず屋でうるさくて古いらしく、のび太が帰れと言っても帰らず、のびすけに手を出そうとしたら、お、暴力、家庭内暴力だ、と、やはり暴力的な一面があり、親に対してもかなり反感を抱いており、子供の頃の母を見ても、口うるさい鬼ババとまで称していた。マジでクソ生意気な子になっちゃったのね。そう、でもそんなのびすけとのび太の前に、ジャイアンが現れ、のび太、野球だぞ。メンバーが足りないから入れてやる。ヘマしたら、ただじゃおかねえぞ。と、いつも通りジャイアンがのび太に対して高圧的な態度をとっていると、パパにそんな口をつくなんて、許さない。お、こいつ。と、
まさかの親に反抗的な態度をとっていたノビスケが、親を馬鹿にされたことを許さず、のび太に代わってジャイアンに殴りかかるのであった。まさかの親思い。そう、ここまで散々親に対して反抗的な態度をとっていたノビスケだったのだが、実は内心両親のことは大切に思っており、このような態度に出たのであろう。というよりそもそもを考えると、家での理由が両親との衝突なのに、家出先が過去の父親の家という、考えてみれば少しおかしな話である。確かに考えてみればおかしな話よね。本当に両親が嫌いなら、そんな場所を選ばないと思うし、内心は両親のことを大切に思っているからこそ、そんな場所を選んだのだろうね。うむ、まあもしかしたら過去の親の行動を冷やかしに来た気持ちもあるかもしれないが、どちらにしろ、ノビスケは乱暴ではあるが、親思いという優しい一面も持っているのでした。ただのクソ生意気なガキじゃなくてよかったよ。うむ、しかもノビスケは親思いなだけではなく、この後、喧嘩したジャイアンと仲良くなり、一緒に野球をしに行くのだが、僕の大活躍で野球は大勝利。と、運動神経もかなり良いようで、初登場時バットを持っていたのも、人を殴るためではなく、実際に野球をしているからなのかもしれないな。人を殴るためだけにバット持ってたら怖いわ。そんな親思いで運動神経が良く、喧嘩も強いノビスケ。この回、調子に乗ってしばらくこちらの世界で家出を続けようとしていたのだが、ノビスケの子供を連れてきたよ。かかったら頭が古くて怒りんぼで勉強しろ勉強しろと。と、せわしくんがいるから当たり前なのだが、ノビスケも将来結婚して子供をもうけており、その息子はのび太、というより、どちらかといえばママにそっくりであり、白黒なので憶測だが、金髪で少し外国の血が混ざっているのかもしれないな。まさかの国際結婚、うむ、そのあたりは過去動画、のび家の家系図を作成して判明した衝撃の事実パート3で詳しく解説しているのでそちらを参考にしてほしいぜ。そんなのびすけは、次は翌年の1985年12月小4連載、コミックス45巻タイムワープリールでは、おそらく25年後のクリスマス、のびすけはサンタにロボペットを願っており、先ほどは何でもない日に人工衛星組み立てセットを願っても買ってもらえなかったが、さすがにクリスマスだけは欲しいものを買ってもらえたみたいだな。のび太毎年クリスマスになるとろくなもんもらえないからね。息子にだけはその悲しみは伝承させなかったのね。うむ、その辺も過去動画にまとめたからそちらで確認してみてほしいぜ。そしてこの次の登場は少し興味深いところがあり、さらに翌年の1986年9月小6連載、コミックスプラス5巻45年後では、45年後ののび太が子供ののび太と入れ替わり、子供の静香ちゃんに対してこう言うのだ。君はまだ知らないが、僕らの息子のビスケもすっかり大きく成長して、今日スペースシャトルで月へハネムーンに行ったんだよ。と、45年後には結婚してハネムーンに行っているようで、しかも月、未来はかなり進歩した世界になっているんだな。民間で宇宙旅行か、現代だとお金配りおじさんしか行けへんな。未来ではもっと庶民的な旅行になっているんだろうな。ちなみに45年後だとのびすけっていくつなんだろう？これ正確な数字はわからないのだが、コミックス20巻雪山のロマンスで、14年後の10月25日がのび太静香の婚約記念日で、25年後にはすでにのびすけがいるのだから、0歳から11歳だと仮定、もちろん婚約前に出産していた可能性もあるが、さすがに考えにくいので除外で、コミックスののび太の年齢って学年仕事にバラバラなんだけど、おおむね小4とされることが多くて、せわしくんも小4なんだよね。だとすると、のびすけも同じぐらいの年小4の9、または10歳と考えるのが妥当であり、25年後20歳なら、45年後は35歳でハネムーンに行っているという感じだろうね。結構晩婚化してるのね。良くも悪くもその辺の晩婚化が、F 先生には先見の明があったってことだな。実際問題、今の時代の男性の初婚率は30代だからね。という感じに、おそらく35歳で結婚&ハネムーンをしているのびすけ。そんな彼の登場は原作では残りわずかで、一つは3年後の1989年6月小5、6連載、コミックス40巻、しずちゃんを取り戻せでは、なんとサッカー少年になっており、泥だらけになりながら勝利を収めているのだ。野球少年じゃないのか。そう、しかもこの姿を見せる登場はこれが最後で、原作最後は4ヶ月後、1989年10月小5、6連載、コミックス42巻、二人っきりで何してるにて、のび太が静香ちゃんとの将来に不安を抱いた際、のびすけやせわしの名前が出るだけであり、残念ながらこれが最後の登場になってしまうのだ。せわしくんと同じくここが最後なのね。うむ、というわけで以上が原作におけるのびすけの登場のすべてだが、ここで今回のタイトルにもなっている疑問を解説。なんでのびすけっていう？のび太はパパと同じ名前を息子につけたかってやつだね。そう、でもそれって考え方がちょっと違うんだよね。え？のび太が親の名前を息子につけたんじゃなくて、親が名前を改名して息子と同じ名前になったんだよね。いやどういうこと？まず1972年2月小4、のび太のお嫁さんで、のび太の息子がのびすけと判明した後、1973年12月小1連載、コミックス2巻、地下鉄を作っちゃえにて。のび、のび蔵？
そう、のび太がパパに渡した定期券にのびのび像と書かれており、おそらくここがパパの名前の書室になるのだ。つまり、この時点ではのび太のパパはのび像で、のび太の息子はのびすけだったんだよね。マジか。そう、じゃあいつからパパはのび像からのびすけになったのかというと、おそらく1976年12月小6連載、コミックス14巻夢枕のおじいさんにて、のび太のおじいちゃんが息子のことをのびすけと呼んでおり、おそらくここで名前がのびすけに変わるのだ。なんで孫と同じ名前にしたんだろ。それはさっぱり不明だが、正確にはパパはのびすけ、息子はカタカナののびすけであり、発音は同じで文字が違うのだが、ここで言いたいのは、のび太が息子に父親と同じ名前をつけたのではなく、時系列的には親父が勝手に改名して未来に生まれる息子と同じ名前になったという流れが正しいんだよな。なんて紛らわしい。ちなみにのび像の名前が出るまでは、どういう名前の設定だったんだろうね。それは1970年1月小3に、当時のキャラ解説が同時に掲載されていたのだが、それを見る限りは、お父さん、だ。あ、そう？ちなみに先ほののび像の定期券って長い間修正されてなくて、うぷ主の持っている2000年刊行の第2巻、147冊でもまだのび像になってるんだけど、さすがに2015年の210冊では、のびすけに修正されてたわね。ってことは、少なくても26年はずっとのび像だったのね。そう、ちなみにこれ大山ドラのアニメ、1979年4月16日放送、第16話、地下鉄を作っちゃえでも、まだのび像になってたんだけど、え？じゃあアニメではずっとのび像だったの？いや、そういうわけでもなく、同年の10月6日放送、パパも甘えんぼや、10月23日放送、夢枕のおじいさんでは、おじいちゃんやおばあちゃんが普通にのびすけと呼んでいるあたり、アニメの設定では、おそらくのびすけになっているんだよね。え？じゃあエンディングとかの声優表記のところとかはどうなってんの？それは、パパ、だ。あ、はい、まあおそらく原作のシーンとかをそのまま映したから、アニメでは地下鉄を作っちゃえだけが、のび像になっただけで、おそらくアニメ的にはずっとのびすけっていう名前の設定なんだろうね。というわけでのびすけの名前の解説は以上だが、今回、一応うぷ主の考察を元に話しているので、もしかしたら、夢枕のおじいさんの原画ではのび像とかになっているかもしれないし、これより前に、のびすけの名前が出ているかもしれない。それはコミックス、もしくは学年誌や外部書籍、日テレ版のアニメにあるかもしれない。それに初版や原画ではのびすけはのびすけ以外の名前だった可能性、まあ噂にすら聞いたことないのでないとは思うのだが、とにかくここまであくまで考察、その可能性が高いって程度に留めておいてくださいな。了解だよ。では、ここまでは主に原作のお話をしたので、ここからは映像作品について少し触れていこう。お願いします。まずはアニメ。実はアニメにおいてのびすけの名前は結構不安定であり、ウィキ曰く、1987年10月9日放送タイムカプセルや1987年12月25日放送タイムワープリールでは、のびすけの名前はのびおに変更されているのだ。なぜにのびお？おそらくのびすけとのびすけで混同しないため、もう一つはできすぎの息子がひでよだから、同じようにつけた可能性もあるだろうな。ああ、なるほどね。でも、のびすけといえばアニメではなく、映画で彼が大々的に活躍した作品が一つあり、それは1989年3月11日公開の映画、ドラミちゃんミニドラ SOS ですね。この映画、原作では25年後にのびすけがいる設定だったので、日記にもあった通り、2002年の設定、というわけではなく、なぜか2011年に設定されており、25年ではなく、当時から見て22年後の世界って感じなんですね。なんてまた微妙な数字。そんなこの映画では、非常に珍しくのびすけを主役にミニドラや友達と一緒に、いろんな騒動を起こすのだが、この映画ならではの設定もいろいろとあり、まず、原作では野球やサッカーが上手だったからか、部屋にはいろんなスポーツの道具がおもちゃ箱に詰め込まれており、なんかドラえもんの漫画とか銃もあるぞ。こういう小ネタこの映画多いからね。まあそれは置いといて、スポーツ少年だけに他にも部屋にバスケットのゴールがあったり、アメフト選手の写真を貼っていたり、あだだす。そして運動会の写真、幼稚園、赤ん坊の頃の写真、ラグビーの写真など、スポーツが好きなだけではなく、幼少期の写真が見れたり、家族写真を飾っていたり等々、原作通り両親が好きなスポーツ少年となっており、そして、のび太に似て部屋を片付けない性格もそっくりである。この映画では、序盤ラグビーで大活躍をするのびすけが描かれ、それは試合中に前宙をしたり、前宙、トライを決めて点数を獲得して大活躍、それに大きく喜ぶ少女も登場するのだが、これがのびすけの将来の嫁である。え、マジか。彼女の名前は、ゆかりちゃん。本編では2度しか登場せず、名前もエンディングでしか確認できない。ではなぜ彼女がのびすけの将来の嫁だと言い切れるかというと、コロコロデラックス17巻、日本誕生と同時公開された当映画の解説本には、ゆかり、のびすけのガールフレンド。泳いでるところを、すねきに覗かれてびっくり、と、ガールフレンドとして登場しており、
さらに2年後に発売された、コロコロデラックス19巻には、のび家面白キャラ家系図として、のび助の嫁としてゆかりちゃんが紹介されており、ほいまや、ゆかりちゃんはお風呂よりプールが好きみたい、と、嫁認定されているところ、そしてのび太の嫁がお風呂が好きだったように、彼女は風呂ではなくプールが好きと、似たような趣味を持っているあたり、母と似たような女性と結婚したのかもしれないな。似ているのは女性の趣味もなのか、うむ、ちなみにここまでのび助がのび助だったり、ゆかりがゆかりだったり、ひらがなとカタカナが混合してるけど、この映画ではのび助とゆかりで、ゆかりは書籍だとゆかりになるみたいで、ちょっと紛らわしいけどそういうことなのと、この動画ではここからは両方ともカタカナで統一するわね。了解だよ。で、少しラグビーの話に戻るけど、のび助がトライを決めた際、実はこの映画が公開された当時では、まだトライの点数は4点であり、こっち町が5点から9点になるのだ。町の名前適当すぎるやろ。だが面白いのはここ、こっち町がどうやって5点を取ったかで、この時代、実はラグビーの配点的に5点って絶対取れなくて。そうなの？このコンバージョンとかドロップゴールで足して5とかできそうだけど、これちょっとラグビーの話で申し訳ないけど、トライってのはよくあるゴールに走ってボールを持っていくやつで、コンバージョンゴールってのはトライをした後にしかできない、要はフリーキックみたいなものなのよ。だからトライの語源も、このコンバージョンゴールにトライするため、ってことだし、昔流行った五郎丸ポーズも、このコンバージョンゴールの前にやったやつなのね。そうなのね、そう、であとはペナルティとドロップは、サッカーで言えば普通の PK とゴールだから、組み合わせ的にどう頑張っても5点を取るってありえないのよね。確かに、まあウプ主はラグビーに関してめっちゃ詳しいわけじゃないし、ラグビーの配点って結構時代で変わりまくってるから、この2011年の世界戦では別の配点、もしくはジュニアルールとかで配点変わってるかもしれないし、まあ、どっちにしろちょっと配点が変、ってことだけ覚えておくと面白いわね。まさかラグビーの配点が変なのは面白いわね。ウプ主が間違っている可能性もあるかもしれないけど、詳しいことは有識者に委ねることにするよ。では、本編に少し話は戻り、この試合には、のび助の他に友達が2人参加しており、それが骨川スネキ、そしてゴーダヤサシ、通称ジャイチビですね。彼らは映画ではスネオとジャイアンの子供で、それっぽいやつが原作にも登場しており、原作通り、のび助が乱暴なだけに完全にいじめられっ子ポジションにいるみたいですな。現代とは立場が逆転しちゃってるわね。うむ、でも仲はいいようで一緒に遊んだりしているみたいだけどね。で、そんな彼らとラグビーを解散し、のび助は自宅に戻るのだが、それがこのマンションであり、原作では12階68号室のマンションでしたが、この映画では3階、日当たり良好の 3LDK に住んでおり、内装を見ても、結構良い家に住んでいるみたいですな。金持ちの家やな。うむ、そしてこの家の行動で、のび助の原作の行動を読める部分があって、まずは、父と母のアルバムを読んでいるところですね。これはドラミちゃんが来たから確認のために、というのもあるかもしれないが、他にもママに、それはパパの思い出の机なのよ、もっと大切に扱わなくっちゃと言われたから、なんと22年後の未来にも、のび太の机がのび助の机として残されていたり、なんだかんだ憎まれ口を叩きながらも、親思いな一面が見て取れますね。原作でも生意気だけど可愛いやつって言ってたし、そういうところなんだろうね。うむ、そしてもう少し部屋を覗いてみると、一瞬床に魚の餌が落ちているのが確認できるのだが、おそらく、これ家にあった円柱状の水槽のようなところが、のび助の部屋の床に直結しているので、おそらくここで魚を飼っているんだろうな。つまり、生き物に対しても優しい、もしくは興味があるのはのび太と同じなわけである。ああ、なるほどね。確かにのび太ありとあらゆるペット飼ってたりしてたしね。うむ、そしてこの後のび助はいろいろあって家から抜け出すのだが、なんとベランダから縄ばしごのようなもので脱出しており、原作でもプラネッツの深夜コンサートを見るために抜け出していましたが、この映画でもその点はきっちり継承されているみたいなんですね。相変わらず家でとかしまくってそうね。まあ、そういうのも含めてのび太そっくりなんだろうな。という感じで、この映画でわかるのび助は以上である。もっと詳しく見ていけば、いろいろと言える部分はあるかもしれないけど、それはぜひ、各自もう一度映画を見て確認してみてね。では最後にちょっとしたおまけで、スタンドバイミードラえもん2公開後、資生堂のスキンケアブランドエリクシールがコラボして、詰め替え用パッケージ紹介活動を通じて、プラスチックゴミの削減を目指すグローバルサステナビリティキャンペーン、という、長ったらしいが要は化粧品のコラボをしているんですが、その際、35歳になった大人静香ちゃんが登場。そしてその傍らには幼少期ののび助も登場しており、実は先ほどのミニドラ SOS の壁の写真から見ると、幼少期ののび助が映像化されるのは、
実に32年ぶりと、なかなかにレアな映像だったりするんですね。この動画、1分ぐらいの短い映像だけど、3DCG で動くし静香ちゃん可愛いし、静香ママがバイオリンを弾く超珍しいシーンもあるし、興味があったらぜひ見てみてね。あ、ちなみにおそらくだけど、のびすけの CG モデルは幼少期ののび太の使い回しっすね。まあさすがに作り直したら大変だしね。うむ、というわけでおまけの紹介、そしてのびすけの映像作品の解説、のびすけに関するすべてを以上にするぜ。原作におけるのびすけは、おそらく15年後ぐらいにのび太としずかちゃんから生まれた男の子で、25年後には現在ののび家の近くのマンション、12階の68号室に住んでいる。彼は非常に乱暴で、勉強もできず、しょっちゅう親に怒られてばかりの少年で、夜抜け出してプラネッツのコンサートに行こうとしたり、非公的な態度もたびたびとっていた。だが、のびすけはおそらく母に似て非常に運動神経が良く、生意気だが両親を大切に思う優しい心の持ち主でもあり、そんな彼は現代から見て45年後に結婚、おそらくゆかりちゃんと月へハネムーンへ行っていた。そしてさらに未来には金髪の男の子、玉子にそっくりな子も授かっており、いずれこの子が孫にせわし君を持つことになるのだろう。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。